こんにちは、マンフリーズボロ山本まりです。ボランティアで行っているこの番組もおかげさまで14周年を迎え、今回の放送で15年目に入りました。今日まで番組が続けられていることに感謝するとともに、これからもボランティア活動の一つとして続けていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ではお知らせに入ります。アメリカでは毎年オールドファーマーズアルマナックという、天気や天体の予報、そしてレシピや種まきの予定などが載せてある本が毎年出るのですが、これによりますと今年のテネシー州の冬は例年よりも暖かくて湿っていると予想されています。しかしこの予報が必ず当たっているかというとそうとは限らないようで、実際に過去の例を見ますと、例えばこの夏の天気ですが、テネシー州では予報ではテネシー州では焼けつくような暑さとともに7月の初め、中旬、8月の中旬に雨が多いとなっていましたが、実際には例年よりも少し暑かったというだけで、特に雨量も例年通りの夏だったということです。またテネシー州では100度を超えた日は今年は一度もなく、7月は少しだけ暑かったが8月は標準並みだったということです。その前の年の予報を見ても当たる確率は半分ぐらいだったということです。ですのでこの今年の冬の予報は 50% の確率で例年よりも暖かくて湿っているだろうということです。この本屋さんなどに毎年出ておりますので、興味のある方はご覧ください。次の知らせです。毎年夏になると蚊によって媒介される西ナイル熱が問題となりますが、今年も例年同様西ナイルに感染した蚊が採取されています。また8月の初旬にメンフィス地域で人への感染が確認されました。8月の半ばにはお隣のナッシュビルのあるデビッドソン郡で西ナイル熱に感染した蚊が1件、8月の後半には2件採取されています。またナッシュビル内で西ナイルに感染した人が8月後半に1名確認されていますが、この方は発症する前に州外へ旅行に出ていたため州外で感染したとみられています。まだ失礼しました。まだ夕方などには蚊が多く飛んでいます。保健局では蚊に刺されないように蚊の多い時間帯に外出する際には虫除けをつけ、長袖長ズボンを着用し、庭先などに溜まっている水を捨てるなどの注意を呼びかけています。今のところ私たちの住むラダフォード郡での人への感染は確認されていないということですが、どうぞご注意ください。その他の蚊が媒介する病気、例えば自家熱やチクングニア熱はテネシー州では今年は確認されていないということですが、感染した蚊が絶対にいないというわけではありませんのでご注意ください。次の知らせです。マンフリーズボロエレクトリックカンパニーでは現在電気のメーターを最新のものにするための交換を行っております。メーターを新しくすることで停電などからの復帰処理時間が短くなるということです。留守中に交換の取り付けが行われた際には取り付け終了のお知らせ、または終了しなかった場合には次の取り付け日の予定の書かれたお知らせを受け取ることになるということです。交換をする係員は必ずマンフリーズボロエレクトリックカンパニーまたは契約会社が記載されている写真付きの証明書を所持しています。また現在この交換作業と同時にマンフリーズボロエレクトリックカンパニーでは道路に設置されている電柱の点検も行っています。こちらは10年に一度行っているということです。各電柱の点検ということですので、道路に点検の車が止まっていたり係員が作業していることがあると思います。運転をする際にはどうぞお気をつけください。祝日によるゴミ収集日変更のお知らせがあります。6月3日月曜日はレーバーで、この日に収集予定の方は次の日9月3日ですね、9月3日月曜日はレーバーで、この日に収集予定の方は次の日9月4日火曜日に、また9月4日火曜日の方は次の日の5日水曜日になっております。月曜日火曜日の方はお気をつけください。それからイベント情報があります。グリーンウェイアートフェスティバルが9月15日土曜日に行われます。場所はオールドフォートパーク内です。地元のアーティストが作った油絵、水彩画、陶芸、ガラス、彫刻などの展示を楽しんだり購入することができます。また音楽やフードトラック、そして子ども用のアクティビティも用意される予定です。時間は午前10時から午後4時までとなっております。
それからもう一つです。テネシーステートフェアが9月7日から16日まで行われます。これは100年以上続いているテネシー州全体のお祭りで、ナッシュビルにあるテネシーステートフェアグラウンドで行われます。会場では家畜や農産物、特産物のコンテストをはじめ、州内の人々が作った手作りキルトなどの手芸品が並び、それぞれの部門の優秀作品にはブルーリボンなどが付けられます。ビューティーコンテストやアイスクリームの早食いコンテスト、パイのコンテスト、フリーのコンサートなども行われる予定です。またお祭りで欠かせない綿菓子やコーンドッグなどの屋台も並び、移動遊園地が来ます。暗くなってからは日本の夏祭りや遊園地の気分が楽しめます。当日の入場券は2歳以下は無料、55歳以上のシニアと3歳から17歳までの子どもは6ドル、大人18歳から54歳までは8ドルとなっています。前売りの入場券は1人6ドルです。さまざまなコンテストや催しの予定につきましては www.tnstatefair.org をご覧ください。会場のアドレスは500ウェチウッドアベニューナッシビル37203です。テネシー州ならではの、そしてテネシー州のさまざまなことを楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてください。お知らせは以上です。この番組はこの町に住む日本人の方々のためのものです。毎回お伝えしなくてはいけないことなどは何も決まっておりません。ですので、この町のことで調べてほしいことや質問などがありましたら、番組の最後に出ますメールアドレス宛てに日本語で連絡を入れてください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。こんにちは。マフリーズは山本真理でした。ごきげんよう。